ブルボン家、ブルボン家はヨーロッパの王家で、フランス王家カペー家の主流の一つ。かつてのフランス王家、また現在のスペイン王家であり、さらに領シチリア王国など、現在のイタリアの一部を治めてた家系もある。現在のルクセンブルク大公家も、団系では、ブルボン家の公営。ブルボン、ブルボンの語源は、ケルト語で、泥を意味するボーボもしくはボーブである。 ブルボン家の加盟の由来となったブルボネーは、フランスの中心部に位置し、文字通り王国の心臓部とも呼ぶべき場所であった。カール・マルテルの子孫と言われるアデマールが10世紀に、この地の初の領主となり、ブルボン城、現在のブルボンラルシャンボーにあったにちなんで、自らの加盟を、ブルボン家と称した。この子ブルボン家とも呼ぶべき家系は、1218年に、 女領主マティルドの死によって断絶し、その息子であるダンピエール家、ダンピエール領主のアルシャンボー8世によって相続される。しかしこのダンピエールブルボン家も、アルシャンボー8世の息子アルシャンボー9世が1249年に男子を残さず没する。その娘アニエスは、ブルゴーニュ公遊具4世の息子ジャンと結婚し、二人の娘ベアトリスは、 国王ルイ9世のバシクレルモンハクロベールと結婚する。ベアトリスト・ロベールの息子ルイ1世は国王シャルル4世によって1327年にブルボン公に寄せられる。これがカペイ系ブルボン家の始まりである。1328年にシャルル4世が死去し、バロア家のフィリップ6世が即位して、バロア朝が始まるが、イングランド王エドワード3世がこれにことを唱え、 百年戦争が勃発する。ブルボン家はバロア家の外籍、有力諸公として、これを支えていくことになる。第二大ブルボン公ピエール一世は1356年のポアティエの戦いで戦死し、息子ルイ二世が皇位を継いだ。この戦いで捕虜となった国王ジャン二世は、ロンドンで旅衆のまま1364年に死去し、ルイ二世の妹、ジャンヌを人する。 シャルル5世が即位する。ジャンヌは1373年に突如発狂したが、精神障害はブルボン家の近親者に多かれ少なかれ見られ、遺伝性疾患であったと考えられている。これはバロア家、後にランカスター家にも遺伝し、フランスとイングランドの歴史を大きく左右することになる。1380年にシャルル5世とジャンヌの息子シャルル6世が大いにつき、 新王のオジブルボンコールイ2世は、戦王の弟たちと共に、その貢献人となった。シャルル6世が1392年に発狂して、以後、王帝オルレアン公、ルイの一派、オルレアン派と、オジフィリップゴータン公、後に、息子、ジャンムコア公の一派、ブルゴーニュ派の間で、権力抗争が繰り広げられたが、ルイ2世はこの争いには加担しなかったらしい。1410年に、 ルイ二世が七十三歳で没すると、ブルボン皇位を継いだ息子ジャン一世は、暗殺されたオルレアン皇、ルイのイジ・シャルルを狩猟として同に結集した、アルマニアック派に加わった。1415年のアジャンクールの戦いで、フランス軍は、ヘンリー五世へ率いるイングランド軍に大敗し、オルレアン皇シャルルをはじめとする多くの貴族が捕虜となった。ブルボンジャン世も、捕虜となって、 ロンドンへ送られ、ジャン一世の息子シャルル一世が、不在の父に代わって、実質的な課長となったが、若年のため母マリーが貢献した。翌1416年には、マリーの父で、バロア家の長老であったベリー公ジャンが没するが、ベリー公には男子の後継者がなく、マリーが、所領の一部である、オーベルニュー公領及び、モンパンシエ白領を属した。後、 マリーの長男である、シャルル一世は前者を譲られ、三男類は後者を譲られて、ブルボンモンパンシエケを起こす。1419年、ムコア公はアルマニアック派によって暗殺され、息子フィリップ全領公は報復として、イングランドと同盟する、アングロイコールブルギニョン同盟。1422年に、ヘンリー五世とシャルル六世が、相次いで没するが、ブルボン公シャルル一世は、 シャルル六世の息子シャルル七世に忠実に仕え、シャルル七世も自分とほぼ同年齢で有力な一族である、シャルル王を信頼し徴用するようになった。イングランドとブルゴーニュがネーデルラントをめぐって仲たがいを始めると、シャルル七世はすかさず全領公と四百二十四年にシャンベリーの協定を結んで相互不可侵を得する。 さらにシャルル7世は全領校を自分の陣営に引き込むため、翌1425年にシャルル1世及び懐刀でもあるフランス元帥アルティールド・リッシュモンを全領校の姉妹であるアニエス・マルグリットとそれぞれ結婚させた。1434年にジャン1世はロンドンで領収のまま没し,したことにより、シャルル1世は名実ともにブルボン校となった。 同年末のヌベールでの協議において、リッシュモン元帥の調停により、シャルル一世と全領公は和解する。翌1435年のアラス会議には、フランス側の代表として、シャルル一世とリッシュモンが発見された。会議は成功しアラスの和訳が結ばれ、シャルル一世とリッシュモンは、全領公の前で十字架に手を差し伸べ、ムコア公への哀悼を示した。その後、 シャルル一世は全領公と手を組んで街中を更新することで和解をアピールした。しかしその頃から立志門による常備軍としての国王軍創設の改革を原因としてブルボン公シャルル一世とシャルル七世の関係は微妙なものとなる。1440年に発覚したプラグリーの乱はシャルル一世がアランソン公、ジャン二世やジャンドディノワラタの王族と図り、 シャルル七世を廃位して、王太子類を大いにつけようと企てた事件であ。陰謀は、立志門に露見して、失敗に終わり、シャルル一世は逃亡したが、後に自らシャルル七世の元に出頭して謝罪した。シャルル一世は罪を許されたものの、領地の一部を没収された。シャルル一世は百年戦争終結から三年後の1456年に、没死。 息子ジャン二世が皇位を継ぐ。1461年にはシャルル七世が死去し、ブルゴーニュ公国に亡命していた王太子類が、ルイ十一世として王位に治む。ルイ十一世は、不王の中央集権化政策をさらに推し進め、ジャン二世をはじめとする多くの諸侯の反発を招いた。ジャン二世は、自らの重帝で妹婿でも、ある善良公の着難、シャルル。 のの都市信らを目とする諸侯を急行して、公的同盟を結成する。1467年に、ブルゴーニュ行為を継いだ、シャルル都市信は、ヨーク家のイングランド王エドワード4世と同盟し、共同で、フランスに攻め寄せた。この戦いに際して、ジャン2世の諸定ルイは、フランス海軍元帥に任じられ、艦隊を率いて、荒す一体で、ゲリラ活動を行い、 アングロイ・コールブルギニョン連合軍をか乱した。ルイはさらに、エドワード四世との間で1475年にを取りまとめて、アングロイ・コールブルギニョン同盟を崩壊させた。1488年に死去した、ジャン二世には諸子しかいなかったため、聖職にあった三帝、シャルル二世が行為を継いだ。ジャン二世の諸子の家系は、ラベンダン詩爵、バシアンダン赦、マローズ公爵となった。 しかし、シャルル二世は、兄の死から5ヶ月余り後に死去した。四帝のリエージュ死去をには、男子がいたものの諸子扱いされ、この家系は、ブルボンビュッセと呼ばれ、現在まで続いている、マッテイ・ピエール二世が行為を継いだ。ピエール二世は、シャルル八世王の姉アンヌと傍従の夫であり、妻と共に、義帝の殺政を務めていた。唯一の男子に先立たれていた。 ピエール二世が1503年に死去すると、ブルボン家着流、第一ブルボン家の男子は耐えた。そのため、ピエール二世の娘シュザンヌと、そのまたいとこにあたるボーケーブルボンモンパンシエ家の、モンパンシエ博、シャルル、シャルル三世が結婚して、共同で、皇位を継承した。バロア家でも、シャルル八世の死で着流型へ、オルレアン公、シャルルの息子類十二世が王位を継承し、 続いてジュ、おいで娘婿である、フランソワ一世が1515 15年においにつく。シャルルは、モンパンシエハクルイ一世の孫で、その息子ジルベールとマントバコフェデリーコ一世の娘、クララの息子であった。ハクイは、父から、シャルルの兄ルイ二世に継承されていたが、ルイ二世が、未婚のまま創生したためシャルルが、継承者となった。 シャルル三世はデコを建てて元帥に任じられ、さらにはミラノ総督に任じられたが、有能さゆえに恐れられたのか、間もなく更迭されて、帰国を命じられた。1521年に、妻シュザンヌが没すると、フランソワ一世の母で、ブルボン公シャルル一世の娘、マルグリットを母とするルイーズ・ド・サボワが、ブルボン家の相続権を主張し、シュザンヌの領地は、フランソワ一世に没収された。 これに奮撃した、シャルル三世は1523年、フランスは一世の宿敵である神聖ローマ、皇帝カール五世と密約を交わし、イングランド王ヘンリー・パ世セイも巻き込んだ陰謀を、企てた。しかし、この陰謀は、フランスは一世に露見し、シャルル三世は、カール五世のもとへ逃亡した。カール五世のもとで軍の指揮を委ねられた、シャルル三世は、 1525年のパビアの戦いで、フランソワ一世を捕虜とする活躍を見せた。フランソワ一世は、翌1526年に、マドリード条約を締結して釈放される。すぐに破棄して1527年に戦争を再開する。カール五世は、フランソワ一世に組みした強行クレメンス七世への、懲罰として、シャルル三世を指揮官とする軍勢をローマへ差し向けた。 シャルル三世率いる皇帝軍は強行軍を敗走させたが、ローマを包囲中に、シャルル三世は戦死した。指揮官の死によって皇帝軍は統制を失い、ローマ略奪が起こった。シャルル三世の死をもって、ブルボン家の本流は耐えた。代わって、ブルボン公ルイ一世の四男、ラ・マルシュ博ジャック一世から五代目の末裔である、バンドウム公シャルルが、ブルボン家の課長となるか、 ブルボン公の称号と書量は、ルイーズ・ド・サボアを経て、バロア・アングレーム・王家のものとなった。ラマルシュ博の家系を、ブルボン・ラマルシュ家と呼ぶが、ジャック一世の子ジャニ一世は、婚姻により、バンドーム・ハ位を獲得し、次男ルイがこれを継承した。ラマルシュ博は、ルイの兄ジャック二世が継承したが、男子がなく断絶した。ラマルシュ博は、ルイから三代にわたって継承されたが、 シャルルの代に至って、バンドを向こうに、長女されていた。この家系を特に、ブルボンバン家と呼ぶ。一方、シャルルのおじるいは、シャルル三世紀のアネルイーズと結婚しており、ブルボン長初期まで続く、第二ブルボンモンパン氏へ家を起こしている。バンドを向こう、シャルルのおばジャンルは、はじめ宗家のブルボン皇上二世の三人目の妻となり、死別後の再婚で、 カトリーヌ・ドメディシスの母マドレーヌ・ドラ・トゥールド・オベルニを設けている。また、シャルルの妹アントワネットは、ギーズ公クロードに嫁いでおり、フランスは二世の王妃でもあったスコットランド女王、メアリー・スチュアートやアンリ四世と敵対するギー公、アンリ一世はその孫であった。シャルルの息子アントワーヌは、ナバラ女王ジャンヌ・ダルブレと結婚して、ナバラ王位を獲得した。ジャンヌの家系、 アルブレケは、ナバラ王家として、ピレネーサン・以北のバスナバール、テーナバラ、現在のフランス領バスクを治めたほか、フォは、ベアルンなど、フランス南部に所領を持つ、大貴族であり、ジャンヌはその最後の当主であった。また、ジャンヌの母マルグリットは、フランソワは一世の姉であり、さらに最初の夫アランソンコシャルル四世が、アントワーヌの母方のおじであるという縁もあった。 ジャンヌは熱心なユグノーであり、カルバン派を国教として、領内のカトリック教徒を弾圧した。1553年に、ジャンヌが夫アントワーヌとの間に儲けたのが、後のフランス王アンリ四世である。アントワーヌの弟のうち、ブルボンスーキ教及び、ルーアン大司教シャルルは、国王アンリ三世の死後にアンリ四世への対立を、シャルル十世として擁立されたが、間もなく死去した。 1589年から1590年、末帝のコンゲ公、ルイ一世は、ブルボンコンデ家の祖である。この家系からはさらに、ブルボンコンティケが分かれている。アンリ四世の即位後、バンドーム皇位は、諸子セザールに授けられ、第二のブルボン番家を起こしたが、孫のフィリップの代で断絶した。アントアールとジャンヌ・ダルブレの子アンリは、父から、 バンドを向こうくらいと共に、ブルボンイエイエ朝の地位及び、フランス王位継承権を、母からナバラ王位を継承していたが、バルワ朝の断絶に際して、フランス王アンリ4世として即位した。ルイ14世の時絶対君主制を確立したが、フランス革命で一時中断、復興制の後1830年の7月革命を、もって着流は、フランス王を失った。 七月革命の後に、ブルボンカ着流に代わって即位したルイ・フィリップの、家系オルレアン家、ブルボンオルレアン家もブルボン家の主流の一つであり、ルイ十四世の弟オルレアン公フィリップ一世に、始まる。スペインで、アブスブルゴ、ハプスブルク家が断絶した後、1700年に、フランスのルイ十四世が、孫のアンジュ公、フィリップ、フェリペ五世を、スペイン王に即位させた。 このクワだけは、スペイン継承戦争を招いたが、戦争の結果各国が即位を承認し、ボルボン・アサが成立した。1931年に、アルフォンソ13世が退位した後、長く王位を失っていたが、1975年に、孫のフアン・カルロス1世が即位して王政が、復活した。フェルナンド7世死後、その娘である、イソベル2世が即位したが、 フェルナンド七世の弟である、モリナハク・カルロスはこれに反発して、カルロス五世として、独自に即位した。以後、スペインは、イサベル二世派とカルロス五世派とに分かれて内戦が、勃発した。カルロス五世及びその子孫を支持する一派をカルリスタと呼ぶことから、この内戦は、カルリスタ戦争という、カルロス五世の男系子孫の最後の男子である、サンハイメ皇、アルフォンソ・カルロス。 アルフォンソ・カルロス一世が死去した後は、カルリスタは、それぞれ独自の王を立て、分裂している。なお、モンティソン・ハク・フアン・カルロス、フアン三世以降は、レジティミストの要請により、名目上のフランス王位も兼ねていた、後日、イタリア南部のナポリ王国とシチリア王国はもともと、アラゴン王国の支配下にあったが、 アラゴン王国がスペインに統合されることによって、スペイン王家の支配を受けるようになった。ナポリとシチリアは、形式的に分かれているだけで、どちらも、スペインの支配下にあり、フランスブルボン家が、スペイン王となるに及んで、ブルボンの支配はこれら王国にも及んだ。ところが、スペインブルボン家初代フェリペ5生息以後勃発した、スペイン継承戦争で、オーストリアがナポリとシチリアを占領した。 オーストリアの支配は1707年から1734年まで続いた。ポーランド継承戦争中、フェリペ5世の王子でパルマ公だったドンカルロスが武力でナポリとシチリアを奪回しナポリ王カルロ7世及びシチリア王カルロ5世となった。ここにブルボン家は南イタリア王も獲得したことになる。その後、カルロ七世はスペイン王位に即位して、 カルロス三世となり、ナポリとシチリアは、息子のフェルディナンドに譲った。これが、ナポリオ・フェルディナンド四世、シチリアをフェルディナンド三世である。19世紀初めのナポレオン戦争でナポリは一時、フランス帝国の支配下に落ちたが、1816年のウィンギ帝書によって返還され、両シチリア王国として再出発した。ナポリオ・フェルディナンド四世、イコール、 シチリア王フェルディナンド三世は両シチリア王フェルディナンド一世となった。両シチリアのブルボン家は4代続いたが、1860年にガリバルディに征服され、統一イタリア王国に併合された。廃位後も家系は今日まで存続している。カストロ系、カラブリア系、イタリア北部のパルマ公国はファルネーゼ家によって建てられた国であるが、ファルネーゼ家が断絶した際に、 フェリペ5世の王妃エリザベッタ・ファルネーゼの尽力によって、息子、ドン・カルロス・カルロス3世が行為を継承した。その後パルマはポーランド継承戦争の結果、オーストリア・ハプスブルク家に渡るが、ドン・カルロスは代わって、ナポリとシチリアの王位につく、オーストリア継承戦争の講和条約であるアーヘンの和訳で再び、スペイン・ブルボン家に戻り、カルロスの弟フィリッポが、公家くらいについた。この フィリッポの家系を、ブルボンパルマ家、ボルボーネパルマ家と呼ぶ。フィリッポの死後は、息子フェルディナンドが行為を継いだが、パルマは、ナポレオン・ボナパルトに征服され、フェルディナンドの息子ルドビーコは新たに建てられた、エトルリア王国の王位に修られた。エトルリア王国は、ルドビーコの息子カルロルドビーコの代に、フランスに併合され、カルロルドビーコは、ウィーン会議の結果ルッカ公となったが、 ルッカ公国は八百四十七年にトスカーナ大公国に併合され、カルロルドビーコはパルマ公位を得た後に死去した。その後、パルマ公は二代続くが、パルマ公国は住民投票によって八百六十年にサルデーニャ王国に併合されて消滅した。ちなみに、最後のパルマ公ロベルト一世は、敗後に二十四人の公を設けており、十人の男子の うちから今日まで存続している家系もある。その一つは、ルクセンブルク大公シャルロットと結婚したフェリックス公主の家系である。ルクセンブルク大公家は、ルクセンブルク家あるいはナッサウバイルブルク家の加盟を用いているが、団系ではブルボン家の公営にあたる。フランス革命以後もブルボン家をフランス王家として支持した王党派をレジテミスト、 レジタミスツアあるいは正統派という。彼らは、ボナパルト家支持者であるボナパルティスト、あるいは同じく王統派とされるが、オルレアン家を支持するオルレアニスト、オルレアン派と対立しながら、今日まで存在し続けている。シャルル十世の孫、シャンボール伯アンディダルトアの死によって、ルイ十五世の男系男子が絶えると、レジティミストの一部は、オルレアニストに合流したが、 一部はサリカ法に基づいて、スペインブルボン家の王族を、フランス王家継承者に推し、今日に至っている。現在は、スペインブルボン家の文家のルイス・アルフォンソ・でボルボーンが、ブルボン家々長、フランス王類20世として支持されている。これに対してオルレアニストは、パリ白兼フランス公、アンリ・ドルレアン、アンリ7世が、フランス王位を主張している。オルレアン家は、パリ博の称号を、 レジティミストから認められているが、ルイス・アルフォンソが用いている、アンジュの称号を、フランス公は認めておらず、フランスの裁判所に提訴したことがある、訴えは退けられた。インドのボーパールには、フランスからインドに渡ったという、ジャン・フィリップ・ド・ブルボンの公営を称する、ブルボン家が存在している。では、不遊な一門であり、バルタザール・ブルボンシャサドマシは、 半王国の最相を務めている。1882年にが表した旅行記にもその存在が書かれている。現在の課長は2007年にはミシェル・ドグレースが小説デラジャデ・ブルボンにおいて主題として取り上げている。ドグレースはこの本の中でボーパールのブルボン家の先祖はアンリ四世の老いだとし証拠はないがそう信じていると述べている。ブルボン家は初期から 一族内で近親婚を繰り返し、それに伴う弊害をもたらしてきた。それは、ブルボン公時代のシャルル五世の記載であるジャンヌの発狂で現れた。そして、フランス王位を継承し、さらには、スペイン、ナポリ、シチリアの王位も獲得すると、王位を安定化するために、一族間で血族結婚を頻繁に行った。国内においても、ブルボン系の有力貴族間で、 血族結,結婚が行われた。1750年代の外交革命に伴い、同じく血族結婚が盛んであった、ハプスブルクロートリンゲン家と縁組を頻繁に行うようになった。その結果、両家で創生したり、あるいは成人しても体に障害を持つ者が続出した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。